<laughs> はい、それでは、えー、本日はですね、あの論文本試験天体分析会ということで、あ,あのタイプ別合格戦略をレックセント講師宮口がお送りいたします。皆さんこんにちは。はい。ね。まあここに来ている皆さんはね、あのー、やっぱりあ本試験ね踏まえてどうでしょう。あの出来は良かったのかな。あそんなね。 皆さんの顔色悪くないなという気がするんだけど <laughs> どうでしょうか、でまあまあ、私の持ち時間、ね、35分ということで、えー、聞いておりますんで、ね、あの時間厳守で、えー、臨まませていただきます、はい、じゃああの早速、私は特日なんですけども、えー、皆さんが興味があるのは党、ね、案構成とか模範党案というより、まあ、あのこういう答えを何パーセントぐらいの人が、ね、してるのかというところに おそらく興味があると思うんですよ。うん、従いましてね、ちょっとあの、えー、どれでいこうかな、と参考答案でいこうかあ、せっかくやから、ちょっとね、6ページ、7ページを見ながらね、あ私があの随所であの、合否のポイントになりそうなところにあのなったら言及していきますから、ちょっと見てください、問題はもうあの読まんよ、ね、まずあの、参考答案のね、6ページを見ると、 PLTA が、ねえー、ポイントであるということが皆さん気づくと思うんですよ、えー、ここしかしのところちょっとあんだない、えー、後のガン B のガン字が優先期間満了 B 5でも特許法条約に基づき定,定める期間内であれば、ね、特許条約に準拠した国内法を整備する X 国において B について特許法条約13条括弧に1から4の規定を満たし パリオンデイワンの規定を満たすことを条件として優先検証が認められる、ね、ここですよね、はい、ここはね大体どうかというとはい皆さん、安心してください書けなかった詩の方が多いです、ちょっと大雑把にね、あの具体的にはちょっと言えないんだけど大体4対6ぐらいあの右左が書いた人右書いてない人だからまあ安心してください、皆さん、ね、半分以上の人が書けてません。はい、はいい そんんなもんです、ね、じゃあ次に、あのーまあ、趣旨も書、ね、けてなければかもう書きようがないんですけどちょっとミドレンジャーで塗りますけどね特許条約は手続き面での国際的なあの制度調和を図りつつ制度ユーザーの手続,き的手続きなどにかかる負担のさらなる軽減利便性向上とか書いてますけどね、まあ、私もねこんなのほらあの日頃からね やってないんで、まあ、私が受験生だったら、やっぱり、こんな完璧に書けませんよ。しかし、PLT って、やたら追加が多くないですか。ね、大体、あのー、深層例だとかね。あのー、翻訳文だとか。その、所定の期間を超えても、六回つ以内にね。正答理由があれば、出せるみたいな、あるじゃないですか。大体、手続き上の可視からの救済なんですよ。だから、それ書いても、私はいいと思います。PLT というのは、何か未送した時の救済を図る。 あそういった条約なんだというニュアンスが出てれば、ね、丸だと思いますから、ね、だからまず PLT のこのあ13条括弧に上がることが前提なんだけどあの、まあ、上がってない人はちょっと趣旨も書けないわ、ね、あの特許協力条約を書いてしょ人も、ね、<laughs> 多いんで、ねまあ、そんなです4対6ぐらいの割合で、えーまあ、4, ぐらいの4割ぐらいしかかけてないぞというところですので。 まあ皆さんね、まあ、安心してくださいというか <laughs>、ね、これで五日決まらないと思うよ、俺。はいじゃあ次あの、あれ見てくれよあのなんか保証金のところね。はい、で、えー、皆さん、普通の保証金だったら例、まあ、警告と公開請求ぐらいで御の字だと思うんですよ、ちょっと赤の四角で囲って、まあ、普通の,、ね、あの国内スガんとこの2つで十分だと思うんですがね、しかし、知ってるよね、これ、外国を署名すがんじゃけえ。 これで5を引きあります。はい、これ、20丸、これね、うんうん。で、皆さん気になるところではね、これね、どのぐらいの人がちゃんと上がってるのかと、ね、そこはポイントですよね。はい、これに関しましては、えー、大体の割合ですよ、大体はの割合ですからね、えー、7対3ぐらいの割合です、はい。左が書いてる人、書いてない人3ぐらい。 うん、そんぐらいの割合ですかね、うん、どうですか、うん、だからちょっとやっぱり書いてないと部が悪いかなという感じするよ、ここはね、もうあのお話になりませんからね、あの公開請求とか、こっちのほとんど書いてるんで、うん、もうかなりまずいと思います、書いてないとね、はい翻訳文のところが合否を分かつのではないかと、このように思っております。はい じゃあ次にですね、まあ、警告なんですがあの、まあ、警告は上がると思うんですよ、ね、ただねあのど,どのような形で警告をするかみたいに聞いてませんでしたっけなんかこだ,こだわってるというかちょっと問題見させて、ねえー、あ,あこれ、これ、ほらおちに対する警告の方法も合わせて説明せろようだからこれ警告上げただけじゃよだめ <laughs> なんですよ。ということでちょっと答案見てくれよ。そこはね どこに出てくるかというと、ほら、おつを相手方としてと特定してという、この部分、ね、ここはきちっと欠けてるかどうかなんですけど、はい、6、4ぐらいです。はい、欠けてる人、6、欠けてない人、4ぐらい。そんなところですね。はい、じゃあ次です。え皆さんねあの、ちょっとこれは黒のアンダーラインの方がいいかね、なぜかというとよ、ほら、適用されないという結論だよな、肉の2ですよ。 ね、ああごめんなさい、見えてなかったね、はい、肉のにはあの適用されません、ええ、あの皆さん、これ、担当レベルですよ、担当でよく出そうな問題じゃないですか、これ、ね、ちょっと書いてみますわ、担当チックな問題です、これ、ええまあだから私がね、まあ、直前件に担当からその予測するみたいな講座をやりましたけど、あの最後の丸わけでね、やっぱり担当的な問題出たなと、はい、じゃあ、これに関してはどうかと言いますとね、皆さんね、 あのー、まあ結論的にほとんど間違ってる人はいませんねえー、8対2ぐらいですかあの正解してる人ね正解してる人が8間違ってる人は2ぐらいです、ね、間違ってるというのはあの適用されるみたいなね、えー、拒絶されるぞみたいに書いちゃった人は2ぐらいですかね、うん、だからまあ,あのここで間違うのは致命的ですよねまあ大半の人は間違ってません はい、じゃあ次、職務発明です。はい、で職務発明のところはです、ねえーっと、待ってくれよ。じゃあ、縦一の職務発明というところはあの、四角で囲ってほしいんですよ。うんうん、でね、まずあの、はい、従業者 X がした発明であるとかね、業務範囲に属する発明であるとか、まあ、要はほら、あのちゃんと、ね、当てはめてるわけよ。うん、で最後に の X の現在の職務に属すると、ねはい、でこの辺がきちっとその当てはめができとるかどうかということに関してですが、はい大体ですよ、大体5対5、うん、当てはめができてる人が5できてない人が5ぐらい、まあ、要,要はなんか決め打ちした人も半分ぐらいおると,、ええ、ということです、まあ、だからちょっと分からんね、ここは時間がなくても決め打ちした人もいると思うんですよ。ね、はい じゃあオツは職務集め規定があるかないか分からん会社ですよね。だからうん、あのねこれ確かね倍分けせないかんかったと思うんですよ。ええ、ちょっと待ってね本文においてというところかンんだら引っ張っていいかい、うん、が職務集めであるところこれはもう、ね、上で検討してますからオツに職務集めについて勤務規則によってあらかじめ使用者にあの受ける権利を取得させる旨を定めていたときはで、うん、倍分けしとるな。 そうするとねはいまず、さこさん、ね、ニュースキャスターのさこさんじゃないからねそれで、えー、っとあとはね、ねあれちょっと待ってよレックの答案あれが抜け取るじゃねえかあの35条2項反対解釈書か,かないとだめだろう、ね、ちょっとここに書いておくれ、ね、35条2、ね、皆さん、それね序の口でしょ書いておらない職食末名なんだろう、ね、はいで次にあの今度は、ね、黒アンダーラインかなんかでいきましょうか。ね えー、はい今度はしかしからあんだない、ね、職務末名の規定がない場合には、受ける権利をね、譲り受ける必要があるよと、ああでそのときにほら、あ,のー、あれです条あごめん、33条3項のこの同意ね、はい、この辺をしっかり書閣僚、同意はね、これ結構ね、ポイントだと思いますよ、えー、じゃあ、このね、えー、場合分けのあたりがきちっとできてるかどうかなんですが、 えー、そうですねこれはね7 3七三ぐらいでできてます、はい、この場合分けですよこの辺の場合分けの人はあ場合分けができてる人は7できてない人は3だからできてないとまずいわねそれはあのー、問題文見りゃねはっきりしないんだから普通場合分けすると思うよ、ね、じゃあ次にこれ同意これがね私ね結構 こうね合否決めるんじゃないかなと思ってるんですよ。これ意外なことにね書いてない人多いですね。あら、これね、逆に37です。え、書いてない人の方が7ですね。えー、だから書けばこれ、かなり有利になりますよ。えー、じゃあ最後の結論、いいですか。最後の結論はね、えー、っと、あのーえー、ちょっと待ってよ。はい。 え会について特許を受ける権利を有するコート共同であ特許戦をしないといけない共同素顔38条、ね、この38条できちっと、ね、あの着地できた人、うん、これは逆に73ぐらいです逆に73、ね、書いてる人が7書いてない人が3ぐらいですどうでしょう皆さん大体合否の、ね、ポイントになるようなところだけやってきたよ。ねまあ、他にも、あのー 細かいところあるんだけどあんまり合否の分かれ目にならんかなと思っておりますんでねそんな感じどうよねえ私もねあのいろいろほらあ受験生から相談を受け取るとやっぱりここがねあのやっぱりインパクトが強いですわね PLT があこれはねあのー、まあ正直言ってなかなかこう出題する方もね予想できないようなところから出てきてるんでねこれは皆さんできないのも無理はないんですよ。 ただね、まあ、皆さん、ちょっとまあ私の講座受けてるか知らないけどね、あの山ごろという講座があるんですよ、ね、あ,のあったんですよ、<laughs> 過去経になっちゃってね、あのそれで私、平成11年の,あの論文過去問でね、私が受かった年で、まだその頃は条約という科目があったんですよ、ね、で知ってる人知ってるでしょ、あのブダペスト条約の問題が出たんですよ。でもう史上 最高に難しい問題ですね、あれ。ええ、ブダペスト条約。で、皆さん、今、ほらあの、法文集持ってるか知らんけどね、どうです乗ってますあ、それあれ試験で対応されたやつブダペスト条約って乗ってますかあ、乗ってるあ、そう、じゃあ,あの、パテックとかシャンノには乗ってないんだ。だからそうあの、対応されるやつには乗ってんだね。うん、でも私もね、 この長年受験勉強やってた中で初めてブダペスト条約試験でもうね今でででで対策すすよよ時間の中でやったんですよだからね私はまあそういう話をしてたもんだからあの受けた人はねまあ先生がその山ごろでそのブダペスト条約の話をしたんで PLT ね全然違うんだけどまああのなんか嫌な予感がしてたんでそこはねもう免疫力がついてましたとね。 だからもう先生はもしそういう問題が出たら、ね、必死に探すしかないんだとでも諦めるなと、ね、必ずあるやつを出すんだからっていう、ね、それを信じてこう一条から、ね、見ていったらありましたって、ね、もうやっぱそれが大事なんですよ諦めずに、ねはい、ただあの特許協力条約と勘違いしちゃった人は、ね、これはもうどうしようもないわねだから、ね、ここはもう試験員が採点者が、ね、気づかないことを願うしかないねなんか特許条約と特許協力条約似てるじゃん。 だから採点者もこうちょっと視力のあまりよろしくない方が採点してたらねああ特許法上書いてるなってね丸してくれるかもしれない <laughs> そこを期待するしかないな <laughs>、えー、でもあの PCT もね一応あるんだよねほら1年過ぎてもあのあのできるよっていうのがね、まあ、あれ書いてればさもしかしたらこう救いの一手をねこの部分展みたいなのくれるかもしれない一応 PCT もあることはあのこの人知っとるんやなということでねはいじゃあ次問題にいってみましょうか 問題にびっくりしたね、これ、担当かよみたいな、<laughs> 担当の丸伐問題でなんか解説を書くような、そんな感覚ですよね。いやー、はっきり言います、これね、私ね、あの大学じゃね、まあ、私、あの慶応大学出身なんですが、なんとね、私が受けた年ね、あの試験問題が盗まれたんですよ、え体操の例のあ、だからほら、小渕総理大臣がね、あの昭和から平成に変わるというね、あの年なんですけど。 あの時に、ね、盗まれたんです前日にあの数学かなんかの問題がねその年だったんですよ私それで私もねどんな問題が出るか楽しみだったんですよそしたらね一日で作ったような超簡単なもう難しい問題出る作れないじゃないですか,だから算数かよみたいな問題が出たんですよであれね後で聞いたんだけどもう99点でも落ちたらしいですねもう100点以外は許さないみたいな <laughs> だから私もそらく満点だったんでしょうけど、もう一つでも間違えて落ちるぞみたいな、そういう状況だったらしいんですよ、まさにそういう感じです、これ、ええー、ちょっと私、それを思い出しましたね、これちょっとね、逆にやばいですよ、これ、うんあの、まだ難しい問題が出てくれた方がよかったです、じゃあいきますよ、はい、じゃあね、もう問題いいよね、問題も皆さん嫌っていうほど知ってるんだよな、はい、じゃあいきますよ、これはね、党安構成脳でいく、党安成能脳、ほら、分かりやすいじゃん。 じゃあ、答案構成見ててね、はい、いきますよ、はい、えー、っと、えー、それではいきたいと思います、皆さんお楽しみに、はい、この議案に属するぞっていう、正しいよね、これ、うんまあ、確か侵害である、正しいですよね、はい、これは、えー、あでも意外と逆回答しているんだな、意外と、8対2、え、うん、のちゃんと正解できてる人が8だよ、うん、間違った人は2だからね。 あら意外とこんな板かまあ9対1ぐらいかなと思ったらねえいやこれはね間違わんでほしいなって感じだよねはいじゃあ次いくよああおおつおつのえろ、ー、のほうろはねええー、これはあ,あらこれも意外とねええ間違ってる人多いねこれも8対2うんこれは確かあのあれだよね自分は権限があるから 侵害じゃないぞと、ね、いやでもほら利用関係じゃん、ね、もうここになんか理由付けも書いてるよね利,利用ねっ外台の原則で抗がん権利者はダメですよはいじゃあ今度はね次です次何か簡単すぎて何か心配になるよね俺もあの解いてる時にねこれはもうメシルさんカモスタット事件かと思いましたよ <laughs> あの満了前にこうあの薬事法の許認可申請を受けるための試験を開始したでも、どこにもそんなさ薬とか書いてねえじゃんもうこれしかないのね、やっぱりはいじゃあいいですか、これは、えー、と歯ですよね、歯で、うん、これはどうやったらいいかな、9対1ぐらいかな、試写誤入すると、はい、これはもう待ち合っている人1ぐらいしかいません、9対1ぐらいの割合ですはいどうですかね。 じゃあ次ね、えーっとはい、これは、ね、若干、ね、逆の見解を取っている人いる2、これは8対2、ええ、おそらく、ねあのー、ほら侵,害侵害品を満了後に販売しているんだよねだから、侵害じゃないかと思った人もいると思うんですよしかし、これはあのー、満了後に販売しているんです、ええ、であの皆さん、あのー、あれ知ってるでしょ実施行為独立の原則、ええ、だから製造は侵害ですよ、確かに。 でも実施行為独立の原則なんやからやっぱりその販売行為が満了後に行われちょるっていうことはねそれはもう販売自体は侵害じゃないですよええー、まあだからこれはねちょっとあの若干そのね歯に比べると逆の結論書いちゃった割合が多いよねうん下手にあのね気をてらうのではなくシンプルに考えてほしかったなとこのように思いますはいじゃあ今度はね待ってくれ思い出すからああこれ あの73の二項の、ただこれは私も迷ったよ、なんか当然にと書いてるからね、当然にってくるとほら、担当だと罰を書くじゃん、罰にするじゃん。<laughs> はい、で、これはね、おっと、これは、あのなんて言ったらいいんだ、5対5だな。ええー、これは5だあの、しょうがない、これは。だからね、要するに原則論で考えると正しいよ。うん、だって、あの他の教者の同意い,いらないんだよ。 でも当然にって書いてあったあの問題。ねそうするとやっぱ別段の定めが、ね、あるかどうかが気になるから、まあ、おそらくご残りの5はそこまで考慮したんでしょう。だこれはねどっちが正解かどっちが間違いかというとは言えない俺も、うん。これはおそらくねあの決め打ちしてもいいとは思うんだけどちゃんと考慮してくれると思うよ答案見て。ああ別段の定めまで考えとるんやなこの人はみたいなね。うんうん まあ多分取材者はそこまで考えなくてもいいよという雰囲気の問題ではあるんですよ。ええ、でもまああのー、ちゃんと考慮してくれると思うよ。ただね、俺ちょっと速報会の時に言ったこととあのー、後でねちょっと問題も見て、あちょっと俺のアドバイス違ったなということだけ言わしてもらうと、職務発明のところであのー、問題点ですよ。俺ねそのじ,、えー、じ,じ受験者がねこあのー、ほら従業者であること、業務範囲であることは断定できるけど。 職務であることは断言できないので倍分けしたんですよっていう人が結構いたから、まあ、それはいいんじゃないって言ったんですよでも問題も見るとなんかあえて仮定して論じる必要はないって書いてあったね <laughs> だからねあの断言していいですよこれこれちょっとねほら説問に示されてない事実をあえて仮定して論じる必要はないってあるじゃんだからもう職務集めて断言していいですわこれ。 だから逆に言うとあの、そこで場合分けしちゃうとちょっとまずいかもしれんね、うん、そこはちょっと訂正させてもらいます。俺もちょっとこのなまたのところね、あの気づいてなかったんで、即報会の時きねあ、確かにこれ、業務廃て言ってるけど、職務に属するって言ってないな、確かにこの、何、従業員とやらが総務部の下やったら、確かに職務集めじゃねえななんてね、<laughs> えー、経理部のかもしれんよ、ねうん。 経理部の社お前うだつが上がらんからよ、経理の仕事いいから発明や,ろうやれよみたいなね。はい、さあ、それでは次いきます。うん、今度はね、いろはにほへ。へはこれ、持ち分譲渡やね、多分うん。持ち分譲渡で勝手にできるぞみたいなあ,のあれだから、正しくないよね。はい、じゃあ待ってくれ。へはね、いろはにほへ。正しくない。これはもうね、9対1でいいでしょ。はい。 正解知る人が9です、はい。これ間違ったらちょっと致命的じゃねえかうんそう思うけどね、はい、じゃあ次です、はい、これはね、まあ、私あの、まあ、当たったといえば当たったような102畳は出るぞって言ってましたよねあのなぜかというと司法試験あたりもなんかやたらねあのごみ貯蔵基事件を出したがるんですよ。ごみ貯蔵機事件と言えば120じゃん、ね まあだから、100二条はこ今年危ないぞって言ったら、本当に出ましたね、これね。うん、ただこういう、こういう形で出るとはちょっと思わんかったけどね、もうゴミ貯蔵機事件あたりが出るかなと思ったんやけど、はい、じゃあちょっとね、アンダーライン、あの見やすくするように、1個だけね、だめですわ。だってよ、あのなんだっけ自分の、自分の内情は知られたくないみたいな問題だったよね、うん、これほら、あの自分の内情をあの相手に知らせることになる。 まあ、2項とか3個は、ね、相手方の内情なので大丈夫です、ほらだからこういう結論ね。じゃあ、これは、ね、こうしましょう。ああこれはあの4で同化ということじゃなくて1、2、1項、2項、3項で、はい、あのどう書いたかで見ていきたいと思います。はい、じゃあね、えー、っとまず1 0条2項1、えー、これはあの8対2かな7対3かなちょっと待ってねどっちかに決めるから。 8対2でしょうね、はいえー、正解印と人、8です、はい。じゃあ次、えー、っと逆にあの2項は叶いますよね、これはね、9対1、九、うん、対、えーはい、でそれから、あのー、123、はい。これも9対1ぐらいやね、ちょっと、ま、迷いようがないよね、こ,の辺、はいまあ、こんな感じです。えー どううでしょうか皆さん大体こんな感じですよええだからやっぱりねあの見てくださいよこの「合体語」っていうのがちょっとあったけどこれはねやむを得ないと思うこれはもう当然にだったらやっぱね担当な慣れしてる人はよこれちょっと罰なんじゃないかと思うもんね、うん、でもあとは見てくれ82から91やろだからまさにちょっと失敗が許されないかなと思いますそれでねただ皆さん言っておきますわ あの特日は去年もそうだったしおと年しもそうだったんだけどあのおととしかな去年ぐらいから具体的に何点というのが出るようになったでしょ、うん、それまではほら A とか B とか C だったですよ、うん、それでね、まあ、これ幸いと言っちゃなんですが皆さんあの、特日は、ね、1と2があるわけですよで1で失敗したという人多いと思うんですよね PLT あたりとか、うん、あのところが問題2が完璧であればで中和されて 結局、ほら、平均54いけばいいんだから、うん、そこでなんとか乗るっていう人も多いと思うわ。で、最悪ですよ。あの、54点以上が合格なんだけど、最悪2で割って、47点以上であればいいから。そうやろ最悪ですよ。そしたら、異少商票で、異少商票の方がね、皆さんにとってはちょっと頭が痛いんで、あの、特実で失敗して、異少商票で挽回っていうことがね、今年はちょっと、例難しい状況ではあるんだけど、え、うん。 それでも、特自通で、まあ、グレーゾーンに乗っかってれば、衣装商標でね、ぶっちぎりでいけばですよ、え、ごぼう抜きでいけば、その平均が引き上げられて、トータルで54点以上でね、受かるから。これね、言っとくけどね、53.9でも落ちますよ。ええー、死者入で54、はい、合格じゃねえぞ。53.9でも落ちるからね、いっぱい見てきちゃう、俺、そういう人。うん、あと、知ってるよね、トータルで60ぐらいなのに、 一つだけ46で落ちた人とかね、衣、う、装、ん、で46でさ、トータルの平均60点以上いってんだよ、それで落ちる人とかよ、もういろいろだわ、うん、まあね、衣装書は納富先生はあのコメントするからねあの、差し控えますけど、特実に関してはね、やっぱりあの問題に、これはね、ちょっとのミスも許されない状況です、この合体後は別にして。はい であの問題1の方はは、ね、さっき見てきましたけど意外と6、4とか7、3とか4、ね、まあ、6とか、ね、あのちょっとこれはあの間違えてもいいのかなという感じがするよ、ええ。で、毎年そうなんだけど、ね、あのぐじゃってなってる人し答案があもう見栄えが超悪い人いるじゃないですかそれでも、ね、合格点つく人多いです、当日は。ええ だからまあそこはあ,のあまりおあの出来が悪いっちゃ落ち込んでる人もあの落ち込まなくていいと思うんですねむしろ衣装商標は、ね、そういうところも多分に影響してくるからねアーティストかな部分もねあの、まあ、ほらあの意外と去年は衣装商標で不合格という人が多かったんですが今年はなんかねね特実怖いです、ね、あの今、私もねほらあの再現問わ もうね受験生の方から来るんだけどあの意外と、ですここの店が多いですね、私があの受け持っている中ではこの,あの問題2のね、えーっとえー、説問1ですか、のい、e、これ、属するだよね、あの議判が。はい、はい、ちょっとあの分かんだらね、えー、まずあの A, A でしょ、うんで、相手方が A プラス B ですよね、だから A プラス B は A の議判に属するじゃん。うんうん、だななののにねなんかあの うん、B, B ははみ出しとるから、続作でみたらね <laughs>、えー、これで落ちるぞって私、言ったんだけど、もうそれで一発会うたよぞって言ったけど、それはあの問題2に関してはね、問題2に関してはちょっと厳しいんじゃないか、そういうミスしてるようじゃ、あのだってね、あの怖いじゃん、そういう人にさ、侵害訴訟のね、その相談とか任せていいだろうか、<laughs> ね、あの逆の結論出すということになるよ、その弁理士に頼むと。怖くてしょうがないよね。 だからこういういところででミスしちゃうとと、ね、怖いんですよ、ええ、ところがさっきの73条なんて、ね、どうでもいいですよ、これ。どっちの、ね、かん取りえますからね、どっちの考え方も。これちょっと致命傷だよ。うん、去年の,、ね、あの商標法でさ普通名称とは記述的商標とか出たね、4116あそこで間違ってる人と4117の,の認定当てはめ、うん、4条3項考慮しながらあそこで間違ってる人って、ね、100%落ちてるんですよ。で意外とね あのなんだほらマ m ク x 事件のところとかがまあ変なふうに終わっちゃってる人はお落ちてないんですよね、うん、だからやっぱりあのこれがやっぱり基準になると思うよ弁理士としての職責上こういうミスをしたらまずいだろうみたいなだからね俺は PLT のところは意外と皆さんが思ってるほど厳しくないんじゃないかと思,思いますだってさあこんなこと言ったら怒られるんだけど PLT 知らなくても実務できるぞええ、うん あ,のあんまり言わんほうがいいですね、こういうことはね、えー、むしろ PCT のほうをきちっといたほうが実務的にはね、よろしいんじゃないでしょうかと <laughs> 思いましたよね、はい、じゃあ、まあ、私の持ち時間、もうちょっとあるんですけど、皆さんのほうからなんか聞きたいことありますかね、いいですよ、えー、もうちょっとあのあの、あれ今のあれ聞いて、ちょっとがっかりした <laughs> いやがっかりしなくていいよ、毎年さ、あの100%落ちるぞって言われて受かる人でいるんだよな。 ね、ハ <laughs>、ね、大丈夫ですかねあどうぞ。はい。あ、問題一の方うでも問題一うん説明一の格好に、うん、はいはい。あ えと八条って、あ,のあれ、突貫にあっ、えー、4八の3、はい、ああ、4八の3を書いたと、ちょっと待ってね、それ、まあ、あの待てよ、一見、いいような気がするんだよね、ま、待ってくれ、でもよあの警告ですね、これ、警告だからいらないわ、うん、あのほら、ちょっといい大白を正確にするよ、当該警告を可能な。 限り早期に行うためでしょうん。ではね、保証金請求権を早期に行使するためにやったらね、これはもう、いち早く審査請求せろよ。場合によっては優先審査もかけようと。ねでもこれはね、警告だから、いらないなうん。警告だからね、まああの全く持ってあげなくていいわ。うん。ただ、どうだろう。その、あげ方次第なんだよ。なんかね、あたかも、えー、審査請求しそうだよみたいなあの。 目立つように書くとまずいかも。埋没してればいいかも。ね、なんかこの文章の後ろに、ね、書いてるとか。そしたらね、あの我々もそうなんだけど、埋没してることってあんまり着目しないんですよ。なんかね、こうやって目立つように書いてると、まあ、それが、ね、求められてる項目だったらよしって感じになるけど、うんってなるとね、いや、ちょっとこれ違うぞということになるからね、はいまああの。結論から言うと不要です。はい、さあ、おかえりどうでしょうか。 大丈夫か、ね、まあ後でこっそりあのいいよ、ね、今ちょっとみんなの前でね勇気ある少年少女にならないとねなかなか質問も難しいと思うじゃあねまあ私の方から締めくくりに入りますわまあ皆さんねまあ結果はどうあれこれねあの2か月ぐらいたたんとわからんのやからこれはもう皆さんもね あの日常の生活だとかあの日常業務に、ね、影響が出ますんであので試験のことで頭がいっぱいだと仕事上のミスが生じますから <laughs> もうここはちょっとね、過方は寝て待てになったほうがいいですよ、うん、なかなかそうはうまくいかんけど人間って、ねあのまあ、都合よくできてるというか、まあ、時が経てば、ねまあ、嫌なこともあの次第に忘れてくるで忘れてきたことにけ結果が出るから。ね まずはその日常業務と仕事にね支障がないようにやってくれよ、みんな同じなんだよ、不安な気持ちはね。これね、皆さんね、はっきり言いますよ、実務会になっても、われわれほら、実務やるやん、自分のやった出願がね、<laughs> 特許になるか拒絶になるか、これまさにね、同じ気持ちなんだよ、ましてや、そのシャンをかけてこれ、出願してるんですから、先生、お願いしますよなんてね <laughs>、言われた暁にはね、もう拒絶になったらいても立ってもおらねえやろ。 あと虚作審判にしても、侵害訴訟にしてもね、もうまさに死刑宣告を待ってるような、そんな気分になるんですよ。だから皆さんね、これはもう、将来、弁理士になってから、そういう思いはね、つきまといますから、もう今のうちに名記録をつけておきましょうよ。もういてもたってもいられんですわ。ええー、さあ、それでね、まあ、皆さんあの、の口述の勉強をするか。 まあはたまたまこれはだめだからその論文にあの専念するかというのはねまあそれはもう私がねあんたこうしろよとかねまあ具体的に聞かないとわからないんでねその辺迷ってる人はもう先生方に相談してくださいようん自分でもポリシーを持ってこうするんだという人はね下手にあのアドバイス求めなくてもまあそのまま我が道を行けばいい。 で幸いなことにレックにはその口述のラインナップそれからね論文のラインナップはね揃ってますからね、えー、あの論文はさらに納富先生の論文それから私の論文ねそ、えー、ってますねだからそれぞれの特徴を把握しながらあの自分のねあ、えー、った方でいけばいいんじゃないでしょうか、うん、ちなみに私はねそのどっち転んでもいいようにあの9月まではね あの出資対策を中心にやろうかなという論文対策講座になっております。で、でもね、皆さん出資ばっかりやってるとつまらんやろ。ね。だからね、最近口述試験でもあの事例問題出るでしょ。パ,パネルじゃないけどね、時系列みたいなのが書いてあって。だからね、あの出資ばっかりやなくてね、そういった小事例というんですか、小さな事例問題、こうあのなんかリ,リズミカルに進んでいくようなね、そういうのを織りまぜながらね。 9月まではやっていこうかなという。で、そこで結果は分かります。ね。受かった人はもう口実ですね。落ちた人はそのままあの受けることになるんだけど、受かった人はね、まあ、合格者返金などもありますから、ご安心ください。で、あの本格的には事例問題やっていきます。ね。毎回3問ぐらいしかありません。難しい問題を毎回3問しかやらない。ね。その代わり、その途中のプロセスなんかをしっかりしっかり解説しながら、 あの本試験に耐えうるあの答案を作成できるように皆さんを鍛えていこうかなとこのように思っておりますねじゃあ皆さん今日はねあのこの場に来てるっていうだけでも私はねアドバンテージなんじゃないかなと思うんですよだってね鼻からもこらね足にも棒にも引っかからんわみたいに思ってる人はねまずはあの足を運んでこないんじゃないかなというふうに思いますよえ私はほら今言ったようなコメントを、ね 聞くにつけね、まあ、どうせ落ち込むに決まってるわと思ってる、ね、来ない人も多いと思うんですよ、そんな中、皆さんはやる気を出してね、あのこの暑い中、水道橋本港に来ていらっしゃるわけです、だから皆さんね、自信を持って、ね、あのこの2ヶ月間を過ごしてくださいよって言ってもね、なかなか現実はね、あのそうもいかんと思うけどね、はい、じゃあ私はこの辺で終わります、ね、えー、衣装昇平は納富先生の方に任せます。はい えー、それでは、えーえー、論点リサーチ私の分は終わります。はい。はい。えー、では小証票の方ですね。私の方で担当させていただきたいと思います。<laughs> えー、レックセニコシ弁理士の野内です、えー。皆さんお疲れ様でした。小商標はまあ特許とちょっと違って少しあの。 まあ再現なんか今見てるとですねいろんな答案が上がってきていて、まあ、果たしてどこが大寿なのかなというふうにあの、まあ、ちょっと悩むところがですね結構ありますね。特、ま、許、あの場合は今年2問目なんか特にあの割とね簡単だったのであの結構同じような答案が上がってきてます。なのでまあ例えばあの一番初めの問題なんかまあちょっとびっくりもんでしたけども。 あはもうみんな結構できててなくてですねで2問目に、まあ、あの例年であれば1問目と2問目だと2問目の方が出来が悪いことが多いんですけど今年は逆のパターンだなっていうのが特徴ですよね。とうの一生商標は、まあ、これといってなんかこうみんなが書いてくるものがたくさんあるわけではなくて、まあ、その書き方なんかも特にそうなんですけどいろんな答あのバラエティー豊かな答案が上がってきていて、まあ、レクが想定していた「 あのまあ、答案ですよねあの今日私のレジュメの中で公表しているあの、えー、参考答案とか構成はあの速報会の時にあのレックの方で使ったものなので、まあ、ちょっとあとでそれについて、まあ、修正も含めてですねちょっと話をしますけども、まあ、レックが当初想定していたものと、まあ、皆さんの答案も結構違うしで、まあ、論点の公表を見るとああそう,そうなのかっていうようなところもあったりとかですね まあ、いろいろちょっとあの想定外のところが受験生の中で起こっているというのが衣装商標の特徴だったかなというふうに思っています。でまずまあ全体のちょっと総評ということなんですけど、えっと、衣装に関してはです、ねえっと、問題1のところ <laughs> 今回、えー、一つの衣装としてとていうこういう問題でしたけども、えー、この1、えー、問目のところはまあ基本問題ですね。で、まあ 内容はまあベーシックなものまあ蓋を開けてみると結構ベーシックなもの。で2問目は、うんまあ、全体的には各あの、まあ、出願形態の特徴ですかね、まあ、そういったところを踏まえてってことなのであのこれ私の,あのクラスレジュメなんですけど、まあ、言ったらこういうね全体部分部品組み物の中で、まあ、どの形態で出したらどんなメリットがあって、まあ、デメリットは逆などうなのか。 で部まあ、全体衣装のデ,デメリットがまあ部分衣装のメリットにつながってきてで部分衣装のデメリットが部品の衣装のメリットにつながってくるっていうか、まあ、だから衣装の場合はこう相互的にそのデメリットを保管し合うような関係にあるので、まあ、実務的にも一つの形態で済むってことはあんまなくてですね衣装を扱う場合は大体まあその特徴あるところを部分とか部品で守ってで実際実施するものを全体で出すっていうのが実務のスタンダードな形です。 ですからまあそういったところをまあ今回のところでまああの表せればですねそのベーシックな考え方を表せれば結果的には良かったのかなと、まあ、あの論点の公表なんかを見るとまあそういうあんまり難しいことではなくてそういうあの各形態のメリットデメリットのところを踏まえた上でじゃあリクエストにどうか答えていくのかっていうところを聞いているのかなと思ってます。だから あの難しくちょっと考えてねあのいろいろごちゃごちゃになりやすい感じの問題だったんですけど台の早くとかも難しかったんですけどただ蓋を開けてみると、まあ、その各室側の携帯とその特徴を踏まえたものをあの、まあ、リクエストに沿った形で吐き出すというタイプの問題だったので。 まああの難易度的には本当はそんなに難しいものではなかった大把握ができればそう難しくはなかったというのが一の2問目かなと思います、まあ、去年も29条「肉のに無効審判」ですから非常にベーシックな論点で,でただそ,のそれぞれのところの趣旨とまあ要件効果のところを聞いてましたから。 憲法はまあ総じて去年も今年もまあその前の年もそうなんですけれども、あんまり細かいところを聞くというよりも非常にベーシックなところの論点を割としっかりと書かせるというそういう感じの問題だったかなと思うので、まあある程度の記載量がないとちょっと厳しいかなというのがあの今回の憲法の問題でしたね。はい、えっとではちょっと各も質問ごとにですね見ていきたいと思います。 えっとまず問題1なんですけども衣装法において一つの衣装として認められるものを衣装法2条その他の関連する条文に照らして説明するよ。でただしいわゆる画像遺書には言及しないものとするなんで,す、ね、でちょっとこうぼやっとね聞いてきて一つの衣装として認められるものって何書けばいいんだろうっていうふうに思ったと思うんですが大体まあ問題文っていうのはあの長文になれば無駄な部分もあるんですけど。 あの短ければ短いほど無駄な文章は基本ないんですよね本試験っていうのは。で今回もまあたった3行ですから基本的に全部がまあ皆さんにとってはすごく重要な文言であると。でそう考えた時に、まあ、この1行目のところが一番ね聞きたいところなんですけどもじゃそのヒントっていうものが、まあ、じゃあな何かないかということですよね。で 一番ヒントになるのは、まあ、一生法二章その他の関係する条文っていうふうに聞いてきてくれてるので。まあ、二章絶対ね、関係あるんだろうなっていうふうな題の取り方は妥当かと思います。ですから、受験生の方の、あの、リサーチの結果も。一章の定義、二章一項についての研究はほとんどの方がされています。ですから、まあ、七割方ぐらいかな。 あのまあ全員の方がねリサーチで参加されるわけではないので参加されている方の中でっていうことになりますけども、えー、まあ大体7割方は書いてきているかなっていう感じで私の方にあの来ている再現答案の中でも二条一行に関しての言及は大体の方がされていますで次にヒントになるのがその後のところいわゆる画像衣装には言及しないものとすると。うん で、これって、何を排除したいのかなっていうふうに考えるわけですよね。台の取り方として。で、そもそも一つの衣装っていうのは、まあ、一衣装っていうのは。一形態、一物品、一物品、一形態ですよね。一つの物品に対する、一つの形態は、一衣装というふうに捉えるわけですよね。ですから。携帯面、物品面と。そして、形態面が衣装には。 必要なわけで,で多数物品でも一つの衣装として認められるもの本来でいうと多数形態に該当しそうなんだけどでも1形態として1衣装として認められるものそういったところからヒントを、まあ、もらっていくわけですね。で画面のこの衣装っていうのは画像衣装っていうのは、まあ、あの去年ちょっと出ましたけどねあの物品面のところで出ましたよね。あの <laughs> 部分衣装で出すか全体衣装で出すか別として、えー、改正点のところあの画,像画面デザインのところの条文ができた時に一番大きく変わったのはその画像が表示される物品自体で登録、ね、そこにあの表示されなくても一体として用いられる物品でも OK ですよっていうところがあったじゃないですか。ですからその 本来で言うとまあ、複数物品になるところをまあ、そうではなくて、あの一体として用いられるものに表示されてもいいんですよ。機能が備わっている物品と実際表示される物品が別でもいいんですよ。っていうところで、ま11、あ、章として認めるところのま1、あ、つはそこもまあ、書いてもいいんですよね。このあの文章がなければだけども、それを排除しているっていうところから。あ 逆にここ排除してるところからあ物品面の複数物品の話についても、まあ、言及すればいいのかなそうするとそこがヒントになるのは何かというと皆さんの中で複数物品なんだけどもでもそれは一物品と扱われて一衣装と扱われるものって言うともうここまで言うと分かりますよね組物ですよね。で今度は複数形態本来で言うと複数形態なんだけどでもその一連の動きを一形態として捉え一衣装として捉えられるもの。 といういところまで言うとわかりますよね動的衣装ですよねね動的でですすからそれぞれの,その一つの衣装っていうところから衣装とは何ぞやといった時に一物品一形態つまり物品面形態面の双方を見るわけなのでそうするとその物品面と形態面のところからそれぞれ複数なんだけど一衣装だっていうところに派生していけばいいんじゃないかなというところなんですね。 で皆さんの、まあ、実際、答案のところもそうなんですけども組物はほとんどの方が書かれています、まあ、9割方の方が書かれてありますただ動的に関してはまあ6割ぐらいかなという感じですね全体の6割から7割の間ぐらいかなという印象ですね書かれてない方もあの、まあ、3分の1ぐらいいらっしゃる感じですかね <laughs> 動的に関してはね。うん であとは、携帯面、まあ、物品面もそうなんだけど携帯面というところで部分異装ですね部分異装というのは逆にその複数という発想から逆に一部分という発想で物品全体ではないんだけど一部分だけについての特徴を効果的に保護したいという時の制度ですからその広がりのところを今、2つ話をしましたけど逆にせあの小さい方に向く方ですね部分の場合は。 でそれについての言及もまあ、ここも9割方ですね組物と部分の言及が一番多かったかと思います9割方の方があの言及されていましたですからまああのマストマストっていう言い方をするとまあそれ以外のところあのそれ、えー、と えー、そこを書いてないと絶対にダメかって言われるとねそれはまあ相対評価でもあるんだけども全体で論文の場合は仮点でやりますからそうするとまあ,あの他のところがすごく優秀であれば、まあ、そこはねまたちょっと違ってくるんでマストっていうわけにはいかないかもしれませんけどもただまあその体重皆さんが結構書いてこられてるってことが圧倒的に見える部分っていうのは 意装の定義そして部分意装、組物この3点ですねその3点があの、まあ、再現そしてあのこの <laughs> 論点リサーチの結果の中で、えーまあ、結構書いてるなと皆さん、まあ、共通して書いてきてるなという3つの柱になるかと思います。で順次でまあやっぱり動的かなと6割7割ぐらいの感じなので、まあ、動的についての言及かなというところですね。 でそれ以外についてはいろいろあるんですけど例えば7条についての言及とかもうんまあ半分とは言わないけど30%ぐらいの人が書いていたりとかもありますしあ7条じゃないごめんあ七条ですね七条についての言及もまあ 30%40% ぐらいかなの方が書いていたりとかもするし。 であとあの部分だったら機能的形態的一体性の部分ですねあの話ですねいわゆるあの実践部が2つ以上あってもそれらに相互に機能的一体性や形態的一体性があれば <laughs> 一章として認められるっていうものがありますからこれもまあ大体半,半々ぐらいのです書いた人と書いてない人が半々ぐらいなのでまあ書いてないからといってもそれでアウトっていうわけではないけどまあまあ上がってるかなっていう感じですかね。うん なので、まあその他のところはその大多数というわけじゃないんだけどばらばら上がってたり上がってなかったりしているところが多くてちょっとまあその中身どういうふうに書いたのかというところも影響してくるものじゃないかなというふうにえっと考えていますね。はいえっと、じゃあででですすねちょっと回答を見ていいたただきたいんですけどなので レックの回答はそういう意味では受験生の <coughs> 受験生の方の回答とちょっと違うんですよねそういう意味ではねはい、えっと、まず原則のところで2、まあ、乗1項ここのところはまあ今言ったように大体書かれてましたでも括弧二2のところはあんまり書いてませんと、うん、で部分遺のについての言及これも大多数の方が書いてましたただここの 中身が問題だと思うんですよね問題文はあくまでも一つの衣装として認められるものをって言っているわけだからやっぱりその中身もその台に沿った書き方ではないといけないのでまあその趣旨をダイレクトに聞いてるわけではないですから趣旨で終わるってことはまずあのナンセンスだし。で 例えば成立要件を書いてる人書いてない人結構いるんですけどあんまり書いてないかなっていう感じなんですが思ったよりも書いてないかなっていう感じなんですよね部分のの成立要件、うん、書いいいてなな人の方がかなり多いんですよね。ですからあの、まあ、これを書かなかったらじゃあ何を書いとくかなっていうと多分、まあ、その物品自体の全体の形態じゃなくてもその中の一部分についての、えー、形態でもですね一位称としてあの。 まあ成立し保護を受けられるんだっていうようなことを書いていれば、まあ、要はここですよね問いいいいに対すする答えののとところが書けていればいいのかなと思いますだから成立要件のところもレクの回答上がってるんだけど受験生の回答の中にはそんなに多く上がってないので、うん、マスト要件ではないいと思いますね <laughs> あの書いた方がいいか書,い書かない方がいいかって話じゃないんですよ今言ってるのは。ねあ。書いた方がいいんですよもちろんね。 だけども現実的に、まあ、そのあのこれは書かなきゃいけないというものは直接的にやっぱり大に答えるということとやっぱりまあ結果論ですけどじゃあ受験者の方がどういうものを書いたのかということにやっぱ左右されるので、うん、合格答案ってその辺が難しいんですよね正しい答えを書いたから受かるものでもないので、うん、だから違法性がないということだけじゃなくてやっぱ妥当性があるということですよね。 妥当性っていうのはやっぱりその大把握なんで被災者が何を問うてるかっていうことはやっぱりこういうところのまあ書き方ですよね中身どう書いたかです、うん、だからあのこれ全体的に意証商標だけじゃなくて言えるんですけどリサーチの結果ってまあ当然論文なんで <laughs> 記載したある程度記載した記載しなかったっていうところでポチッと押してもらうんですよ。うん でそうするとまあどこかにポチッと押すんだけどそこでこうちょっとこう塊ができるじゃないですかで結構書いてるんだなこの論点と思っても再現を実際見るとですね書き方がまずいからこれだと書いたことにならないよねっていうのが結構あるんですよ、うん、だからあの自己評価とやっぱり客観評価が違うっていうのはその辺に出てくるんで衣装商品はちょっと自己評価は難しいと思いますね結構ね。 はいでえっと、組み物,、ね、物も、まあ、これは書かなきゃいけないところですよね。でここの中身のところがやっぱり大事で2以上の物品で、ね、この複数の物品なんだけどもでも、まあ、一定の要件を満たす場合には1つの衣装として保護されるんだ、まあ、要は題に対すする答えですよねだから書き方の問題であって論点触れたからっていう問題じゃないと思います衣装に関しても。 はい、で組み物は、まあ、成立要件書いてる方は,、えーとうん、はちょうど半、まあ、ちょっと多いかなかいある程度記載までを考慮したらまあまあ多いかなと思いますけど、まあ、これ条文通りなんで、うんまあ、条文はある程度8条を移したような感じなのかなと思います。で、えー、と動的ですね、まあ、本来であればあの書いていただきたいなとあの思うんですけども。 まあ6セ7 0ぐらいな感じですかね動的衣装について。でこれもあの衣装にかかる物品の形態がその物品の有する機能に基づいて変化すれば一の衣装として認められると。うん、つまり本来で言うと動く、まあ、物品が動く場合にはそれはあのパラパラ漫画のようにそこをまあ あの止めて止めて止めて静止画で撮ろうとすると、まあ、たくさんの携帯で、まあ、それだけの出願が必要なわけですよね。だけどもそれだと出願手続き、ね、非常に負担が大きいしあの、まあ、煩雑だということでその動き一連を一携帯と捉えて一つの衣装として認めるっていう考えですからやはりここですよね一の一生でまで、あ、一つの衣装でですよね一つの衣装として捉える。 基本的静止主体のすべてを抑えられて菅人の便宜も図ることができる、まあ、一つの衣装として捉えられるからこれができるわけなので、うん、なので、まあ、本当はやっぱり部分組物を動的までが欲しかったかなという感じです、まあ、ただ動的に関しては書いてない人も結構いるので、まあ、セーフラインではあるかなと思っていますはいで次に、えっと、2問目なんですけどもこれがいろいろなんですよね 本当にいろいろでちょっと問題文の取り方なんですけどね <laughs> まあ皆さん解いてるからでも全部読みませんけどまずオツがロについて多様な質感の対応で保護することを検討しているとで今後製造販売する糸を利用した椅子とテーブルで、まあ、ただこれらの足以外の具体的形状はまだ決まっていないの一緒について製造販売と独占したいと考えてでそのための対策を検討していると。 で聞いてることは「おつが取り売る」要はここ今私点を押しましたけど「うる」「素顔の対応をすべて示し「うる」「すべて」でその効果について説明せよで、まあ、登録の可否を理由とともに説明せよであと「えー、とがん」以外の手続きについて説明せよという感じなんですね。でここも <laughs> ヒントになるんですけどここです。<laughs> 家具用用テーブル用天板 は物品でありってて書いてるで基本的に <laughs> 天板っていうのはこの問題文の中でですねちょっと見てもらうと天板ってまあ天板を取り付けたっていうところに登場するんですけどただ足以外の具体的形状は決まってないって言ってるんで実際天板について何かデザインしたっていうわけじゃないんですよね。 だからそれについてじゃあ権利化したところでダイレクトにじゃあなんかそのリクエストにかなうのかっていうと基本的にはそうじゃないじゃゃなないいですかだからそこはあの基本的にはこのリクエストだけを考えたときには。 まあ多分皆さんも書かない選択肢を取ったのかなって思うんですけどただやっぱり一番後ろのところが怖いんですよねヒントって私書いてるところじゃあなんでここにわざわざこんなん書いてるのかっていう話なんですよ。でしかも売る全てなんですよね、うん、なので今回、まあ、レクの回答とその辺がだ若干違うところでもあるんですけどまずリクエストだけを考えたときには。 当然部分、足部分についての出願。で、炉について製造販売独占したいっていうようなことを書いてましたよね。<laughs> うん。えっと、いを利用した、まあ、椅子とテーブルの一緒について製造販売をしたいっていうふうに言っているので。まあ、炉のテーブルについての全体像の出願。で、取れないんだけど、一応足についての部品の出願。っていうところまでは。まあ。 大体皆さんのところも上がっている、えっと、部分衣装に関して、まあ、この部分衣装ですよねこれに関しては大体の方がかかあの書いてます部分衣装、まあ、あのテーブルの足部とか、まあ、椅子の足部とか、まあ、その部分についてはあの両方書いてる人もいればテーブルしか書いてない人もいるんですけどただまあこれについては上がっていますね。で「ろ」についての全体衣装はほぼほぼ全員って言っていいほど上がっていました。 うん、なので、まあ、ここはかなりの割合、まあ、これはダイレクトですもんね台からねであとこの家具用足に関してはレックはここに上げてきてるんですけど実際取れないじゃないですかもう取ってるんでね、うん、だから書いてない方の方が <laughs> かなり多かったです、うん、だからここはちょっとレックの回答と違うところですね、まあ、実際レックも取れないいって書いて書あるんで、うん であとこのでテーブル用天板の部分についてなんですけど、えっと、この辺の部品とか部分に関して、えっと、テーブル用天板の部分に関しては若干書いてる人が多いかなという感じですかね。それは多分一番下のところの,そのさっきヒントって言ったところにつながってくるのかなと思います。で えっと、部品としてっていう、まあ、レクのこれですけど部品って書いてましたね部品として、まあ、だからこことここなんですけど部品としてっていうのも若干だけなんですけど書いてる人が多いかなっていうぐらいですね、まあ、まあ大体半々って言ってもいいんじゃないかなという感じだからまあ今ピンクでマーカー引いたところがまあ皆さんが共通してまあまあ書いてるなという印象のところなんであとは本当にいろいろなんです衣装に関しては。なんかあの 関連とか動的とかに触れてる人もいたり組物に触れてたりとかする人もいたりして本当にあのいろいろなんですよねであのレックも初めあの速報会のところで出したものには組物が入っていたんですよでただね組物って普通まあ出すときに物品名結構明らかにしてるっていうのもあるしでここでちゃんとあの 足とか天板は物品だってまでは言ってくれてるのにじゃあ組物に関してセットが全然書いてないっていうのもあるじゃないですか。で、えっと、ジャストフィットするものがないんですよセット名で今回のものでテーブルと椅子のものがねだからそういう意味でもちょっと組物はないんじゃないかってことで結局まあ下げたんですけど、うん、だからまあここはちょっと速報会のとこの回答とは違うんですけども、えー、まあ 皆さんの答案を見てもやっぱり、まあ、ちょっと書い,てる、うん、書いてる方も結構いらっしゃるんで、まあ、書いても別に構わないと思うんですけどね書き方によって。ただ統一感守るものなんでちょっとリクエストに直接関係するのかっていうのは書き方がちょっとと難しいいかなと思いますあとはその書き方の部分でいうとちょっとレクの回答もまずいんですけどもあの部品とか部分を取ったからって全体に対する実施権までは得られないでしょう。う だからそういう書き方をするとなんかそのねなんかリクエストに合わせて書こうとしてるの分かるんだけどもちょっと誤解読みますよね「効力の範囲分かってるんですか?」って話ですよね。部部分とか部品で取って全体を抑えられますよもちろんねだけど実施権までそこにはないですねドイツ類似の範囲と言えないんだから全体まで。だからちょっとこの辺今私三角つけたんですけどこの理由付けとか。 うん、この理由づけっていうのはちょっと、まあ、これはちょっと微妙まああれですけどもうちょっとちゃんと脚色したらちょっと違うのかもしれないけどあたかも全体の実施権まで得られるような書き方をするんだったらそれはまずいかなと思いますね。はい、であと最後の問題ですけど出願以外の手続きはもうほぼもうこれガシッと皆さんの答案同じでした譲渡、えっと、と専用実施権の設定登録。うん ここはもうガシッと同じですよね。ほぼあの全員の方も同じような論点で取られてました。<laughs> はい、じゃあちょっと時間まれなので次、商標に入りますで。商標はまず3条2項のところですね一、えー、行問題40点ですよ、40点ですからかなりやっぱりここは記載量が張るという前提で書いていかないといけないかなと思います。 でまずまあ32項の出資に関してはまあほぼ、うんまあ、ど,れどんな感じで書いたのか別としてある程度記載したまででいうとほぼ全員が記載したと。でキーワードとして、えー、特定のものとか長年使用した結果出資表示機能経験的に認められる特別顕著性、まあ、こういったものを使われている方が多くて大体まあ全部じゃないんですけど今申し上げたようなキーワードがまあパラパラ出てるっていうところが 多かったように思います7割割であとまあ3号から5号までが対象になるんだよっていうこともまあまあ,あの書いておられましたしであとはあの原則的には商標や商品が同一じゃないといけないという原則論について述べられていたっていうことはまあ,あの大体の方は書いていました。であとは著名ですよね全国的に著名でなければいけないということの言及も大体の方が書かれていました。うん であとはそこからなんですよ。要はその例外的な取り扱いですよね厳密に見るべきかって、まあ、結論としては見るべきではない商標に関しては、まあ、コカ・コーラとかヤクルトで言ってるように、えーまあ、そこのね取引の実情とかを見て、えーまあ、厳密に見るべきではないっていうところで結論は大体の方一緒なんですけど、まあ、その,の述べ方がもういろいろでもう本当にあのこれじゃないとダメっていうのを定められないと思います。 であの私の見てる中での再現とは見てるとここはもうほぼ一緒ですねあの受験生の方、うん、あのすごくできてるっていうとはもも少ない、まあ、ほとんどないしで逆にまあノーマークっていう感じもう本当になんか2行3行っていうとはももなくてなん、まあ、とか条文を駆使しながら三2二項の適用についてなんとか述べてるっていう感じですからあんまり差がつかないんじゃないかなというふうに感じてます。 まあ書き方とかはまあねその人によって多少違いますけどねで問題は2問目なんですよ、うんまあ、こういう事案ですよねでまず1つ目で拒絶査定まで行ってるとうん、さんの出願が拒絶査定まで行ってるとで1問目でその拒絶査定の確定を免れるための法的措置ですから ここはもうほぼほぼもう全員と言っていいと思うんですが、拒絶査定区審判の請求ですね。うん、それが上がっている。で個人的には商標管理にもうちょっと上がってくるかなと思ったんだけど、記載しなかった方の方が圧倒的に多いので、書いてなくても全然 OK ですね、結果として。うん、で問題その次なんです。質問2のところで、その拒絶理由を解消するための問題の所在を述べ、 で日本国特許庁以外の機関に対する手続きも考慮して拒絶理由1を解消するための措置を説明しよう。で最大のヒントが特許日本国特許庁以外の機関に対する手続きって書いてくれてるので多分まあそこでもう台取れたかなと思うんですよね。でそこから逆算して多分特例のところまで行ったのかなと思うんですけど結構間違ってる方も多くてあのまあ担当マターなんでうん。 まあ、担当知識の部分かなと思うんですけど68の28ですよね、えーまあ、拒絶令通知の指定期間内でなければ補正ができないということですから今審判まで行ってますのでそうすると、まあ、審判の中で査定と同じ拒絶令がまた通知されるということはないわけですからそうすると、まあ、これはもうあの特許庁ではなくてですね、えー、ワイポの方に、えー、補正の手続き減縮、まあの手続きをするっていうことですよね。うん だから、まあ、そこのところが言及できていれば多分全体この「設問2」の全体がもう正解なんですけど例えばその68の28が思いつかないともう全体がダメになっちゃうんですよ。うん、であの少なからずそういう答案もあったんですよねだから大把握ってちょっと難しいなって思ったんです問題の所在っていうほどのことじゃないじゃないですかはっきり言って、うん。どっちかっていうとなんか留意点に過ぎないかなと思うんですけど。だから ちょっとなんか大げさな聞き方をしてるなっていう感じがするんですけどね。まあ、だからちょっと題の取り方で間違ってしまったのかなという感じがします。で、設問三はまあ、四、あの四十以降十一なので。えー、まあ、皆さんの見慣れた解消策の中で。今回は取るべきなんですよね。取り得るでなくて、取るべきなんですね。で、問題文の、まあ、漢字から見ると、まあ、当然やっぱり今回の場合は向こう審判かな。 うん、不ん不と利権審判も場合によってはあるんですけどただ使用状態が全く描写されてない中で「取るべき」と言われたときにどっちを取るのっていうとやっぱり無効審判ですね無効理由がはっきりとしてるので、うん、ですから無効審判をやっぱり中心に書かれた方が圧倒的に多かったかなという感じですね。そ、まあ、それはそれはでいいいと思いますあその内容が今度は問題になるかと思うんですね。要は 商標の場合は特にその問題数が今回割と少なめじゃないですか60点で設問3個だけど設問1はもう書き入って択一みたいなもんですよね1個しか上がらない拒絶っていく審判しか上がらないそうするとまあ、まあ、2.5みたいな感じの設問数なのでそうするとやっぱり中身の部分が多少大事になってくるかなと思うんですね。 で今回わざわざですねその後期登録料のその納付期限が現れていてだけどオツの登録日が現れててないっていっう状態にあるんですよねでそうすると多分まあそこ計算して、まあ、登録日って25年の7月10日だなって分かってで、まあ、そこからあの5年のところでああ助期間も経過してないしっていう感じでも更新版かみたいな感じになったと思うんですけどやっぱりその。 あの数学と違って最終的な答えが合えばいいわけではなくてその考えた筋道をやっぱり点数をポン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 つけていくわけですから、うん、なのであの登録日に関しては後期登録料の関係で、えー、25年7月10日になるんだよっていうことを書きでだからその。 うんえー、5年のところで除雪期間まだ経過してないんだよっていうところとかあと無効理由の割り出しに関してもそうですけども河の,の出願のところで、まあ、要はその今回25年の1月3日を基準に判断するっていうところ、まあ、大多数の方が書かれてたんだけどもそれがパリ4条 B の効果によってっていうところまでじゃあ述べられていたのかなとかですね。うん、で 例えば401項11号の無効理由はもちろん、まあ、皆さん上がってたんだけどもただその時にじゃあ401項11号って4つの要件が必要なわけじゃないですか。うん、洗顔戦登録で商標同一類似商,標、えー、商品同一類似であの洗顔戦登録あ他人ですよねだから4つの要件のところでその厚く書く必要なくともですねやっぱりそこのところの要件を検討してちゃんとだから無効理由あるんだよって言わないといけなかったかなとか。 だからあの再現で上がってきてるものも見てもあの今言ったように問題2のところも1つ、まあ、差がつくとしたらその過去2の説問のところで、まあ、ちょっと68の28のところが使えなかったかなっていうところでちょっとドボンっていう感じのとはもあるんだけどそこもじゃあクリアしてますってなってじゃあそこからじゃあ頭1つ出るためにじゃあどうなのっていうとやっぱりその結論のところ。 しか書いてないのかちゃんと説得力があるあのこうだから4十以降11号なんですそして無効審判利害関係人で除雪期間も経過してないからできるんですよっていうところまで述べられてたのかだからうっすらと無効審判不死を取り消し審判って書いたんではやっぱアウトだと思うんですよね。だって今回は、まあ、論点の公表見てもね分かりますけどあの解消のところで あのね、普通にずあのざっくりと、ね、書いてますよね「拒絶流」との関係で問うとで41項11号についての、まあ対,象まあ、対応策を今回聞いてるわけですけど関係で問うとで今回確かに不使用でも構わないんだけどだったらやっぱり問題文の中にそういうものがあってもしかるべきだしじゃあんで取るべきっていうふうにしたのかなっていうところも関係してくるので。 無効審判も下記で不使用も下記というのがベストだと私は思うんですけども無効審判だけでも構わないけどもただその中での無効審判を請求するだけの要件の言及は必要だったかなというふうに考えていますはいえっとまあそんな感じですねでまああのここからねまたちょっといろいろ再現が上がってきて、まあ、私の方でも受験生の方がねどういう傾向にあるのかとか じゃあ,まあその点数を取るための答案っていうものはどういうものなのかっていうことをまあ講座の中とかでですね示していかないといけないかなというふうに思っているんですけどあのやっぱりまあ今の本誌だけじゃなくてここ数年の本誌を見るだけでもそうなんですけどあのものすごくマイナーなな論点が出るってことはあまりないんですよね蓋を開けてみるとあそんなこと聞いてたのかぐらいな感じのまあ特に一生法なんかそうですよね。 パーって上がってきた論点って五大特有制度がほぼじゃないですか、うん。だからすごくベーシックだったし、で勝票もマドプロが絡みとはいえ、41-11なんてまあ当連ワンシーズン受けてるだけでも絶対一回二回は書いたことがあるかなっていう解消策ですよね。でましてや無効理由が41-11なんて、うんあの。 すすごくわかりやすい例えば15とか15号とか19号の書き方って結構無こう流断てするの難しいんですけどって断定しやすすいいじゃないですか、うん、だからそういったところを聞いてきてるっていうのが、まあ、試,験の試験医の先生方の意図として、まあ、今回の担当もそうだったんですけど。 変にこう細かいところをつついてくるっていうよりもベーシックなところの正確な理解ができてるかということをまあなんかこうね趣旨にしてきてるのかなというふうに考えています。ですからあの皆さんの,その勉強のスタイルっていうのも、まあ、今回例えば商標の,あの68の28でやられたんであれば。 やっぱりその条約絡みのところも含めてちょっと担当知識の復習というものはやっぱり絶対必要になってくるかなと思いますしまあ条約に対するマークですよねあとまあその特許法条約に関してもそうですけどまあそういったところも私たちはやっぱりあの気をつけて対策を取っていかないといけないかなと思ってますしと同時にうん改めてやっぱり思ったんですけどさっきあのお見せした表なんかはねあの入門講座のうちのクラスのレジュメなんですよこれって。 で入門でやったことなんかが直接もう書いて書かせるみたいな感じになってるのでだからやっぱりその中上級の講座でもそういったことをやっぱりやらないといけないかなっていうふうに改めて思ってますね。い、うん、ますね。中上級のクラスっていうのはなかなかやっぱりあの、ね、担当の講座っていうのは割と難しいんです1年目と2年目以降の方の差がそんなに実はないので。 難しいんだけどただあの1年目と2年目で論文の講座っていうのはかなり差がありますからレベルに差がありますで特に論文試験を受けられてきた方と受け,られない受けられてきてない方の差っていうのは非常に大きいので、まあ、今日、ね、さっき宮口先生もおっしゃってましたけども本試験終わったばかりでまだねわずか1週間で,で、まあ、それでもこう足を運んでこられたと。でまあちょっとね傷口に塩を塗るようなことを言ったかもしれませんけども。 うん、でもそれでもねやっぱりあの蓋を開けてみないとわからないので基本的にはやっぱり「口実の勉強は捨てないで,でどっちに比重を置くか論文に比重を置くか口実に比重を置くかは、まあ、今日皆さんに伝えたことでご自身でねちょっと判断してもらってで自分で判断がつかないようだったら相談枠を使っていただいても結構ですからあの再現とは持ってきていただければざっと見ますので今日もあの相談会があって何名かの方の再現とは見せていただいたんですけど、まあ、大体見たらね あのなんとなくコメントはできるので、うん、なのでまあ、ちょっとそういう感じでここから発表までの時間をうまく使っていただければなと思います予備校の評価よりも本市の評価の方が緩いですかなり、うん、私たちも作業を見てねあ無理かなと思ってても結構びっくり合格みたいなことも結構あってでそれはどれだけ合格させるかによってそこを拾うので特に去年なんかはかなり拾いましたねそこまで拾いました なので、まあ、あまりそのね、必要以上に落ち込む必要はないので。あの、うまく時間を使ってください。はい、では、あの、私の方から、これで以上となります。皆さん、お疲れ様でした。